神宮寺ジユータ平野仕様に続く、ナンバーアイの成功はファンの熱狂と購買力によるもの。広告業界も注目中。元キングプリンスオダー、今月15日に平野仕様、岸ユータと共に新グループ、ナンバーアイを結成した神宮寺ユータが、11月1日発売の雑誌。 GQ ジャパン12月号特別版コンデナストジャパンの表紙を飾ることが発表された。予約開始直後に各ネット書店で売り切れ続出となったことで、その人気ぶりとファンの購買力の高さを見せつけている。7月に平野と同時に滝沢秀明氏の事務所、戸部に合流した神宮寺にとって、今回は遺跡後発となる表紙。 紙面では、自他共に認めるデニム好きの神宮寺が、ジャパニーズデニムを生ん瀬戸内を車で旅しながら、縫製工場訪問やバックポケットの縫い付け体験などを通してデニム作りを学ぶ。インタビューでは、夏からダンスレッスンを再開し、ボーカルレッスンも始めました。インプットする時間を取ることによって、自分が健康になるというか、心が健やかになるんです。 などと話し、自身が思い描く未来予想図についても語っている。同志の PR 担当者は、神宮寺さんは GQ が思う現代のジェントルマン像を体現する方であり、旅と車という12月号の特集テーマにもふさわしいので、起用いたしました、と起用理由を説明。 その言葉通り、解禁された表紙カットでは、神宮寺がシンプルで落ち着いた印象のコーディネートで大人の魅力を醸し出している。発表からほどなく、同画をアーマゾン、楽天、セブンネットショッピング、キノク国屋書店などの大手ネット書店で一瞬にして予約終了となる瞬殺状態に、SNS では在庫切れそうすぎ。 急いでサイトを行ったけど全部ダメだった予約できなかった人メッチや多いなどと予約難民になったファンの悲鳴が続出した。これだけバカ売れ状態なら発売前重版などで在庫が復活する可能性はあるが、絶対に手に入れたいファンとしては不安になっている人も多いようだ。一部では、個人店が低下、税込み980円。 の倍以上の値段で予約を受け付けて早くもプレミア化するなど、凄まじいフィーバーぶりとなっている。雑誌をバカ売れさせたのは人宮児だけではない。9月末には、平野がファッション誌、L ジャパン、L ジャポン、11月号ハースト夫人が放射の表紙を飾ったが、こちらも発表直後に各ネット書店で売り切れに、 予約開始からわずか1日で重販が決定し、店売り分を確保した一部のリアル店舗では異例の、抽選制での販売になるなど、ファンの熱狂ぶりが話題になった。平野は全グループ時代から表紙を務めた雑誌を軒並み完売させることで、完売キングと称されていたが、その圧倒的な人気は全く変わりないようだ。また、 平野がインスタグラムに掲載した写真で身に着けていたアイテムが激売れするという余波も、世界的ダンサー DA あった後のダンスコラボ動画で被っていたアトモスピンクのキャップは昨年のモデルで販売が終了していたが、ファンから平野くんとおソロのキャップが欲しいという声が殺到したことで再販が決定しブランド担当者が嬉しい悲鳴を上げるほどの受注数を記録した。 イヤーが着用していた20万円以上もする高級ブランド品が売り切れになったこともあり、ファンの購買力の高さを伺わせている。15日に飛べに合流したばかりの騎士はまだ遺跡後の具体的な活動はないが、こちらも爆売れ効果を予感させる出来事が。騎士は21日に自身の XQTwitter で夜おやつ。 というコメントと共に、フランクフルトを回しているだけの5秒ほどのシュールな動画を投稿したが、これにファンから、岸く君の影響でコンビニでフランクフルト来いました。通り過ぎたセブンに戻ってフランク買ってきたよ。岸く君の真似したくてフランクフルト買って動画撮ったといった声が続出したのだ。関連性は不明だが、ファンからは、岸く君が動画投稿した後、 コンビニでフランクフルトが売り切れになってた、フランク売り切れで代わりにアメリカンドッグを回してる人いるショー、といったコメントも。騎士は X で77万人以上のフォロワーを抱えているが、その中からかなりの人数が動画に触発されてフランクフルトを買い求めた可能性があるようだ。 こうした現象は、市以外にも起きており、7月末に平野がカフェでレモネードを飲んでいる写真を公開すると、撮影場所と目される店に予約が殺到したほか、大手コンビニでレモネード飲料が売り切れになるなど大きな反響を呼んだ。広告などではない、何気ない SNS 投稿で、バカ売れ現象を巻き起こしてしまう彼らのパワーには脱帽だ。 今後、ナンバー I は音源リリースやライブ活動などを展開していくと見られるが、グループもしくはメンバー個人での広告出演も近いうちに解禁されるだろう。購買力の高いファンが3人を支えており、本格的に彼らが CM や広告への出演を始めれば、どれほどのバカ売れ現象が起きるのか、広告業界にとっても大注目の存在となりそうだ。 佐藤勇は、芸能ライター。SNS や動画サイト、芸能、時事問題、事件など幅広いジャンルを手掛けるフリーライター。雑誌へのレギュラー出立から始まり、活動歴は15年以上にわたる。佐藤祐馬。